はいみな、えー、さんこんにちは、えー、2017年の行政省試験の公表の動画です、えー、担当はレクセン人講師行政書士内田ですよろしくお願いします、えー、今日ね、この動画ご覧いただいている方あ2017年の行政省試験をね受験してそれでご覧いただいている方が多いんじゃないかなと思いますまずは受験された方は大変お疲れ様でした えー、早速ですね、えー、今日の問題を僕も見まして、はい、まあ公表っていうのもですね、えー、そんなにあの上からじゃないんですけれども、えー、思ったままですね、うん、僕が受験生だったとしたら、えー、解,いたた解いたとしてどんな問題だったのかな、うん、であとは講師の立場からね出題を分析してみたあまあなんていうかな、えー、直接ね感じたままの感想をね、えー、述べていきたいなと思います。 はい、それではね、えー、と問題の順番で、えー、話していきたいと思うんですけど、えー、まずね、えー、問題番号1番2番、えー、例年通りですね基礎法学2問この問題はうん落ち着いてね空欄を見ていけば、うん、解ける問題かなと思うんですけれどもただ あの基礎法学のこの学習をですね、えー、テキストに、ね、よくあの触れてあるような箇所だけを見ながらね学習してきた人にとっては、まあ、その場で考えなければいけないところも多いかなっていうね解きにくさもやや含まれてます。ということで、えー、基礎法学の難易度としてはなんとかどちらか一問当てておきたいけれども普通から少し解きにくめ。 といった印象を持ちましたた、はいいい、まあ、いて解いて解いくという問題ですねただ、えー、例年ですね基礎法学それから憲法の問題の中でね、えー、出題の傾向を変えたような出題も最近ねあったりしましたんで、えー、必ずしもね、えー、問題番号を確認した後一番から解いていくっていう方法ではなくてこういった問題を逆にね解く順番を後にしていくっていう工夫なんかもうん 今後対策としてはやっぱり生きてくるかなっていう印象を持ってます。えー、問題一番二番についてです。はい。続いて、えー、憲法三番から七番まで、えー、例年通り五問の出題ですね。はい。でこれはですね、うん、まあ例年最近のね憲法の出題の中で少しひねった出題だったりね。 えー、長文の問題だったりね一度、えー、一つの仮の答えを想定させてから次の問題を考えさせるような出題だったりってね難しいのが結構含まれてるっていう出題がここ数年あったんですけど今年はどちらかとというとストトレートの素直な問題だなっていう印象を受けました、はい。で中にはねうん最終判別2つに絞ってからどちらかなって言った時に迷うものもあるかもしれないけど。 うんまあ今年の憲法の問題は本当にね人権のところもオーソドックスな箇所重要論点を聞いてますんでねであと条文でね統治内閣なんて問題も出てますんで、えー、普通かかからより解きやすかったた方の質題かなといいう,うに思いました、えー、できればね、まあ、5問全部ですけども3問以上、ね、3問4問と取りたかった問題になってるかなっていうふうに 印象を受けました、はい、続いて、えー、と行政法です、はい、で行政法の問題で、えー、まずね手続き法の前に8番9番10番と、えー、総論からの出題があるわけですけどこのね行政法総論の出題、えー、問題8番9番10番を見ていった時、うん、まあ9番とかね え10番は本当にね典型的なところでえ学習していただいた方であればここは落とさず取れたかな9番10番はね8番は聞き方をねえ砂利採取法なんて言ってうんちょっとびっくりさせるようにねだいたいこういう問題の入り口の最初の問題っておっと思わせるような問題で来るんだけどただ聞いてることはねはいえーシンプルに取り消し撤回というところの比較で聞いてますんで。 うん、まあ行政放送論の出題としては、まあ、普通かなっていう印象ですよね。はいで、えー、その後です、えー、行政手続き法事件訴訟法不服審査法ね、はいえー、とまず行政手続法11番から13番まで例年通り3問の出題。これは 条文しっかり学習している方であれば取れたかな取ってほしいなっていう問題ですね。はい、非常に出題頻度の高い条文の問題でまあドストレートに聞いている、うん。逆に今年のような試験だった場合には行政手続法のねこの三問は確実にね取っておきたい問題、うん。そんな印象を受けてますね。えー、オーソドックスな、えー、まあしっかり学習した方であれば取れる。 取りたい問題です、はい、手続法は、ね、3つともでそのつとですね不服審査法14番15番16番これも、えー、大幅な改正があってね施行後昨年の試験に続いての今年の出題ですけどもこれも素直な出題です、はいえー、行政不服審査法についても普通からやや時休めという印象を受けてます。 ね、えー、しっかりね条文を読んで,で問題演習を繰り返した方であればこれはそんなに迷わないで答えにいける問題だなっていう印象を受けてます。はいね、であとは行政事件訴訟法うん、えー、行政事件訴訟法17番18番19番ねうんこれは、えー、選択肢レベルで見るとね 中には、うん、なんだこの選択肢っていうのも混じってはいますけども、ただ答えとして最終的に選ぶ選択肢を見たときに、これはね学習した方にとっては、あまたあの話かって言って気づける、気づいてほしい。ねそんな問題だったんですよね。はいえー、申請拒否処分の取消訴訟、うん、取消訴訟のみの義務付け、2号義務付けをしないでの、 単独の提起できるかどうかといった聞き方なんで落ち着いて確実に当てておきたい問題ですよね事件訴訟法あとは、えー、3条3項について聞いているで仮の差し止めですからね、うん、まあできれば3問、ねうん、3問取りたいなって問題ですねこれもそんなにひねった何、うん、て言うかな解きにくいよっぽど うん難問だなって言えるものが含まれてるとは言えない普通からやや時休めの印象を受けましたはいそれから20番21番国家賠償法これどうでした皆さんこれは当てたいねはいえっ、ー、と1条の素直な問題ですよねうんで21番の問題もねっ執責任法重過失 いうところの空欄当てはめですから、これも入れたい。これはどちらも当てたい問題ですよね。はい、逆に落としたくない。20番21番です。これどっちも当てておきたかった。はい、問題ですね。はい、そして、えー、地方自治法22番23番24番。ね、昨年の反動でしょうかね。今年の地方自治法はね。皆さん解いていただいたときにですよ。ああと。 ここ数年間の行政書試験で地方自治法で本当に繰り返しね品質で出出出されたた箇箇所所よよくくる箇所が今年もよく出ていた問題、はい、まあね過去問の中心の学習をしていただいたりとか今までよく出る箇所について問題演習していただいた方にとってはですねあ今年も出てるっていう問題ですよね地方自治法については。えー、22番公の施設ね 出題頻度高23番もんね,23番ねえー、選挙のところですよね。はい、で24番住民監査請求住民訴訟ですもんね。はいねえー、ということでこの地方自治法についてもまあほにねよく出題される箇所からの出題ということで当てておきたい。うん、普通からやや時休めの印象ですっていうのを総合してみるとね えと行政法問題あその後ねね25番26番ありますかはいえー、25番はねびっくりした方多かったかもしれないですね。うん、でこれね慣例の素材を知っていて。 詳しくね事案分析もしていただいた方にとっては「あああの話か」と「並び替えでこういう論理構造だからこうだよね」って解ける問題なんだけど、うん、それがピーンと来なかった人にとっては「うーんなんか国語の問題っぽいけども並び替えてどうかな」って、ね、解けるんだけどこれ解くためにこの判例をもともと知って学習詰めていた方でなければ時間はちょっとかかったかもしれない解けない問題ではないんだけどねそういっった面では25番ってね。 うんまあ、文章理解のようなその並べて論理展開把握してるかどうか見るっていう新しい出題傾向なんだけどもね、まあ、こんな問題も入っていたのかなと。はい、で26番については落ち着いて見て頂ければ解けるはず特に、えー、被告が誰なのかっていうこの基礎事項のところをね確認して頂ければ解けるかなと思うんですよね。はいはいえー、ということで、えー、行政法 全体としては、えー、法令択一の中で19問問題8番から26番までですか、うん、今年の行政法はねいっぱい取りたかったなっていうね普通からやや解きやめの問題です、はい、じゃあ、えー、続いて民法、えー、27番から35番、うん、民法はですね 今年の問題を見ると、はい、そうだな、非常にこう、バランス、うん、考えて出題されてるなっていう印象を受けまして、っていうのはですね、シンプルな問題は選択肢が短くて、本当に答えに行くまでにスムーズにいく、分かりやすい、ね、得点取ってほしいだろうな、全体の正解率、ね、65%以上とかなるだろうなって言えるような問題と、これは多分、迷っちゃうな。 っってて思えるる問題とねくっきりしてるんですよだから、うん、こう全体の中で難しい、ね、選択肢も混じってるんだけど、ね、あの全部同じレベルの難易度の問題じゃなくて取りやすい問題とちょっと迷うなってう問題がこう入り混ざってる出題なんですね民法は特に、はい。っていうとどうやって対策を取ってね皆さん回答していただいたかって言ったらば、まあ、シンプルなもの落としちゃいけないものはまず確実に取る。 で迷うものについては必要以上に迷いすぎないで、えー、答えを一回決めて先に進む置いていくという。はい、でもし時間があったら戻ってきて確認していくといった切り替えがでできたかかどうかですよね、はいまああのー、事例も含めてねうん難しい選択肢も含んではいるんだけれどもそう個数問題という聞き方でもなく。うん 全体としてはうん難しい選択肢もあるけど難しいのとシンプルで簡単なものとのバランスでちょうど真ん中ぐらいの、はいえー、出題かなっていう印象ですよね、はいまあ、取れる方はどんどんこれ当てていただくんだけど、まあ、全体でね出題数9に対してそうだな。えー 2以内の間違いで抑えることができるか、6問以上当てたいな、なんていう問題ですよね。はい。民法についてはまあ連年通り普通かなっていうバランスの取れたね出題だったなという印象を持ちました。はい、で今年の出題はえー、っと、えー、家族ね相続の分野のところは遺言ですよね。遺、うん、言もねそうですね。 はい、シンプルな選択肢とうん秘密証書かっていうのをちょっと混じってて考えるんだけど組み合わせになってるから答えにはいけるかなって問題ですよねはい、はいえー、続いてです、えー、商法法会社法皆さん今年の商法会社法どうでした ?36 番から40番うん僕ね今年の商法会社法を見たらですね どちらかというといつもねあの行政小試験で会社法のね本当に細かい条文まで学習、えー、たくさん時間をかけてっていうのはなかなか大変だったりして学習が後回しにっていう方も多かったりするんですよね。であんまり積極的に拷問全部当てに行きましょうなんてしない学習もね、えー、進めてきてる方も多かったのかもしれないんだけれど今年の商法会社法はですね完全に捨てないで 基礎事項だけは最後きっちり見とこうでできた人にとっては拾いやすかった年ですね。この商法会社法はね、うん、最後基礎確認、基礎徹底ができた人にとってはあ、見といてよかった、これもらったって取れた、いつもの年以上に取れた問題だなって印象を受けましたね。三十六番、三十七番。 基礎事項確認で取れたんじゃないかなと思います。うん、38 39については、うんうんね、学習した人にとっては「うんああの子」とかなんですけども、うん、そういう聞き方されるとどうも最後のところ絞り切れないなってなったかもしれない。38 39のところはこれはちょっとね、うんえー、正解率っていうのはアップダウンするでしょう。うん、で 最後の40番なんかね全ての株式会社に共通する事項ですから40番、ね、ほら商法会社法の問題でですよ最初商法ですよねでその後会社法こう4問出るって言った場合に会社法の最後の方っていうと、まあ、会社法の条文の後半の方聞かれるからか商法会社法の,その40番とか39番って難しい問題かなって言って最初からパスだっていう ね、そういう考え方じゃなくて一応ちゃんと基礎事項はやった上で問題の中で美味しい取ってくださいって問題ないかどうかっていうのをちゃんと見た上で判別するっていうのが大事だなってすごい思いますね。四十番なんかは見た人にとってはありがとうっていう質問ですよね。これ取んなきゃっていう問題です。だから今年の商法会社法はですね、ね、うん、優しめの質問だなっていう印象です。 捨てるにはもったいなかった商法会社法、うん。取りたい。あわよくば四問。五問中四問、うん。まあ二問か三問は当てたいな。っていう問題です。はい。今年は商法会社は取りやすかった年かな。っていう印象を持ってます。はい。じゃあ、あ、えー、次行ってみましょう。立つ選択。立つ選択、今年どうでした、皆さん。ねえ。今年の立つ選択はですね。 うん「判例の」って言ってみるんだけども、ね、皆さんこう空欄補充型でこう20個の合群がある時にですよそこにこの判例の素材どの判例かなって見た時に、ね、この裁判官の補足意見なんていうのが出てくると「えー、補足意見」なんて全部暗記してたわけじゃないしなってそれはみんなそうですよね。補足意見隅々まで全部暗記してたりってなかなかそういう学習ってできないじゃないですか。ただ これ考え方を変えるとですよね補足意見だから空欄で空いてる箇所が難しいかって言ってよーく落ち着いてね候補の語句と前後の文章のつながりを見ていただいたときに実はそんなに入れにくいあの文言だけじゃない問題なんですね今年のは。だから「ああ判例素材か」って言ってね補足意見えもしかしてこの空欄補充難しいのかなってあっさりパスしないで。 ね、あれどの論点についての判例なのかなああれかと、うん、じゃあ補足意見って言ってるけどもここの空欄に入る語句はって冷静に問題と素直に向き合えた方にとっては、まあ、普通のの難易度の問題なんです、うんえー、補足意見ねこれでちょっとドキッとかですねあのペース乱れずに落ち着いて解いて頂いければという問題ですね。まあ、普通 はいえー、41番42番43番普通の難易度かな印象を受けました、はいえー、続いて記述今年の記述どうでした皆さんこれねはいまずね44番、うん、冒頭1行目にね市内のパチンコ店出店規制条例制定 ピーンととた方いると思うんですよあれかとあの判例かと。ね、でこの場合に法律上の総称に当たるんだっけな当たらなかったんだっけな思い出せた方は意外と書きやすかった問題、はい、あの判例を学習して思い出せた方にとっては44番は書きやすかった問題部分点も取りやすかった問題ですよね。はい、でもしこの問題を見てあれどんなな話だっけなと どのような理由でどのような判決というところでもう完全に学習したのが思い出せなかった場合には判決の種類を3種類ですかねどれか1つ入れてくるしかないただしその場合の理由っていうのはねはい任用はそれは任用なんですけど棄却の場合っていうのは主張に理由がないで却下っていうことは、ねえー、訴えが適法でないから、うん、っていうそこはなんとか書けるはずなんですよねだから分かってる人にとってはあれかって言って解きやすかった問題。 分かんない人にとってもチャレンジでできる問題です、ね、っていう意味からすると44番は是非取りたかった、うんえー、普通からやや時休めの出題ですはいそれから、えー、と45番これも判例の素材なんですよねそうなんですよねうん民法譲渡禁止特約がついているっていうやつね、はい、で民法の規定および判例に照らしって言ってます この重大な過失があったときはっていうここねはい、判例の思い出したかどうかっていうことですよね思い出した方にとっては結構素直な問題です、うん、これも判例を思い出したかどうかですただしこれっていうのは44番もね45番も共通して言えることっていうのはねあのー、行政書士試験のその記述対策用の問題集とかに必ずいつも載っててしょっちゅう見てるような いわゆるあのちょうど40字程度になるっていう覚えておきましょうねっていう暗記してどんどん問題じゃないですよねここは。ただし記述用の問題というよりはそのマークシートねえー普通の丸抜判別式の問題演習の中では見てる箇所じゃないですか。だからあの記述もう完全に記述だけの記述専門の勉強っていうので解く問題じゃないわけですよ。普段の え問題演習マークシート型の問題演習の知識を使って記述の点数を取れる問題だったなそんな印象を持ってますはい、えー、45番についてもまあ難易度としては普通からやや解き休めの問題ですぜひ取ってほしい問題ですはいそして46番皆さん書きました46番ねこれはね落ち着いて落ち着いて会場でですね来たかと ついに来たかとねこれは落としちゃいけないね焦らず書きましたかってことですよねはい四十六番についてはねえシンプルな条文問題ですから落ち着いて入れていただけばこれは満点欲しいうんという問題ですというところから言うと今年の記述の問題は普通より少し解きやすめだったな。 点数伸ばせる技術の出題だったなっていう印象を持ってます。はい、それでは、えー、続いて47番以降一般知識編一般知識どうでした皆さん大変だったかもしれないですよね今年の一般知識ね。うん、ねまああの 一般知識から、ね、あのー、3時間の試験の中の結構早い時間帯から一般知識解いた方にとっては「おいおいおいと」と試験の序盤でですねちょっとね、えー、肩の力抜いてこうリラックスできたりとかねいろんなのあったかもしれないけど逆に解いてるうちにおお、ね、なの聞くかとかいうのあったりしませんでした。はい。ね特にね今年のですよ試験問題を え問題1番から順番にこう解いていった方にとってはですね1番2番うんとちょっとガツッときてですねでその後お思ったよりね憲法ストレートな素直な問題だな行政法ストレートだなね民法なんか難しいのもあるけどもそんなにえ難しい難しいし,して取りにくかった問題でもないなおお商法会社法お結構なんか今年商法会社法取れたみたい。 記述、なんか解けてるよ俺今年受かるいけるって思ってよ最後一般知識だってなった時にドキッとした方いるんじゃないですかこの順番で解いていくとね、はい、で逆に最初この一般知識から来た人は最初にねドキッとしたかもしれないね。うんはいえー、ねえ今年のね一般知識全体を通して見た時にはね まず政治経済社会純粋な政治の問題かというと政治指導者の問題、ね、昨年オバマさん今年はオバマさんじゃなくてお孫さんですかまあ当てれるけどね,ね47番まず確実にあお孫さんで当てて48番社会保障だからここも落ち着いて当てて。 四十九番難しいね。四十九番は、これは組み合わせだけども、うん。よっぽどね、ここ学習詰めとかないと。そんなに解きやすかった問題じゃありません。うん、極端です。四十九番とかするしていいのかなと思う。五十番、話題にはなっていたけど、中身説明できる方っていうのは、そんなに多くないかなと思うんですよ。ね。 仮想通貨ビットコインね、これも詳しい人は知ってるけど、そうじゃない人にとっては決して解きやすい問題とは言えない。四十九番五十番は何もの部類です。はい。五十一番同僚校。これはね、ご年配の方とかについてはね、いこんな基礎でしょって言うかもしれないけど。ね、え二、ー、十代。ね、三十代の方とか受験生の若い方にとっては。うん、これ聞くのかなっていう問題ですよね。分かってる人にとっては簡単。分からない人にと。 では結構難しいただ諦めないで選択肢をよく見た時「一つぼってどのぐらいだっけ?」なんていうところから入っていければ答えは出る、うんだよねまあ難しいっていう,いうか簡単っていうかうん,なんていうんだろう人によるなっていう前もって覚えとく問題じゃないですね。49 50 51はね、はい、52番 52番もね、うん、知ってる人にとっては知ってるんだけど最後うん絞り込むときにちょっと迷う選択肢が入ってるな。52番にといったとこでねえー、っとねあともう一つ、えー、53番「社会のさまざまな問題で小説家」これもそうだね、うん、知ってる人にとっては「あああれでしょ」知らない人にとっては「えー、この人の作品の名前一つだけ」なんて。 わうんこれも前もって準備しとくっていう問題じゃないよね知ってる人には解けた問題なんですよだから決して解きやすい問題とは言えない。うん、で、えー、純粋にですね政治まあ政治指導者だけど政治経済社会って言いながら政治の問題が、まあ、指導者で1個経済の問題1、まあ、個あとはほとんど社会関連。 その他知識ですもんねちょっと津田にもばらつきがあって今年の政治経済社会は、うん、解きやすいとは言えない難しかったと思うのですはい。だからこそ47、48は2つとも取ってきたいねね、お孫さんと公的年金制度は取っときたいねでも公的年金制度も迷う選択肢確かに入ってて難しいんだけどねはい。政治経済社会は難しかったと思います はい、そして情報通信皆さんね情報通信今年学習する時に、えー、個人情報保護法のね改正施行のところで今年の試験でどストレートにそこを聞いてくるのかいや施行がね、えー、やっぱり4月以降にっていうことであればやっぱり今年じゃないのかって学習迷われた方もいたかもしれない。 えー、実際見るとこの情報通信分野、五十四、五十六、五十七ね、えっ、ー、とね、通信用語が二問ですよね。この用語二問は絶対なっていう問題ですね。五十四番と五十六番です。ねこれはね行政書士試験の通信用語の、えー、テキストだったりね。 えー、そこを見ておいていただければ当てれたかなと思うんですよ54番と56番はね、うん、これを当てておきたいそしてえー、っとね55番はいきなりここのところで著作権とか聞いてますけどこれは分かってる人は分かってるけど外す人はしょうがないのかなっていう問題飛ばしてもいいのかなと思いますよ。で、えー、じゃあ個人情報保護法制どうするんだって言ったら保護法制に関するところと情報公開 についての問題ということでしたね57番まあ、これはどっちかというと普通ぐらいの難易度なんですよなのでそういった意味では情報通信の出題はまあ、著作権が出てるからっていうんでまあこれ1個引いた分でね、えー、3問と見ていいのかなただ3問の中でやっぱり用語2つは当てておきたかったなっていう問題ですね間違ってもどっちかは当てておきたいっていう取り方なんですよそうすると皆さんね 政治経済ってさっきのところで公的年金のところも含めてお孫さん当ててねで2つ当てるでしょで用語のところ2つ当てとけば文章理解のところは3つのうち2つ当てれば足切りは突破できるわけです。そうですよねところがもしねえっ、ー、と政治のところでお孫さん当てて用語のところ2つのうち1個で公的年金外すなんてことになってくるとまあ文章理解3つ当てなくては ね、足切りが危なくなってくるうん、そういう出題なんですよ今年の出題特にやっぱ政治経済社会のところの経済社会分野の出題、えー、がねやや解きにくいのでそういう意味では文章理解は今年は3つとも取りたかったなっていう問題ですますますね出題、えー、傾向がこういうのが続いていくということは文章理解の重要性っていうのは上がっていて ね、文章理解を本当にね一番から解いていって最後時間のないドキドキの時に、えー、最後の3問を解くっていう対策じゃなくて、ね、特に文章理解3つとも当てるっていう対策が本当に必要になってくるんじゃないのかなっていう今年の、ね、一般知識の出題を見た印象ですよね文章理解、まあ。難易度としててては普通この3つ当てておきたいでぜひね えー、この一般知識の問題だったんだけどここで、ね、時計の問題解いて文章理解も当てて、えー、足切りを突破した上で法令択一で余裕を持って180点以上を超えていただきたい、うん、そんな問題だったかなっていう印象を受けてます。 えー、以上ねここまでお話ししてきました私のね感じたままそしてもし受験生だったらね現場でどんな動きになったのかなっていう印象を述べてきました、まあ、いずれにしてもね、えー、今日、まあ、本試験あったその日に私はこれ解説してますので、えー、皆さんにとってですね受験ここまで頑張ってきたっていうのを一つね、えー、自分の実力を発揮した一日だったのかなっていうふうに思います。いずれにしてもね 今日皆さんが解いていただいたでこの動画をご覧いただいてね、えー、どんな思いを抱かれたのかねこれを皆さんのこれからの人生にね合格する方ね次のステージに進む方いろんな方いらっしゃるかもしれないけど皆さんのこれからの人生に役立つでい,いただきたいなっていうふうに思いますはいではあ以上です、えー、2017年の行政書士試験の公表動画 えー、担当はレクセン二講師の内谷でした。はい、ご清聴いただきありがとうございました。